エーナソノフによるルーシの範囲ルーシは中世東欧にあった地名。ドニプロ川の中流域、現在のウクライナのキエフチェルニーヒウ、ペレアスラウフメリニツキーが形成する三角地帯において存在したと考えられている。古文書や年代記などにおいてはルーシの地として登場する。9世紀から13世紀半ばに存在したキエフ、大公国の中枢であり、 対抗国の国号となった。最初は国という政治的概念として用いられたが、次第に州という地理的概念に変更していった。キエフ対抗国の分裂後、当地域を支配したポーランド王国、リトアニア対抗国、モスクワ対抗国、コサック国家の君主、諸教会の主教、主教の称号などにおいて画号として用いられた。ルーシア、ルテニア、 ロシアの語源となった。現在のウクライナ、ベラルーシ、ロシアの画号として用いられる。ルーシの語源については二つの学説が存在する。それは、キエフ大公国の流陸長を建てた北欧のバイキングに由来する説と、ドニプロ川の中流域に居住した現地民の事象に由来する説である。前者は、西欧、米、日本などの研究史において主流であるのに対し、後者は、 東欧の研究史においては主流となっている。フィンランド語とエストニア語では、スウェーデンのことをそれぞれルーツィル都市と呼ぶが、ルーシと同語源とされている、ビニーマ。ルーシという地名は、ルーシの地として、ルーシビザンツ条約の中で初めて資料に登場する。その言葉は、ギリシアの地と対比され、キエフ地方を中心に存在した政治的共同体で、ある国を指している。 ロシアの歴史学者エーナソノフによれば、国としてのルーシュの地は旧世紀にハザール帝国に属した東、スラブ人によって形成され、東、スラブ人による反ハザール大戦の指導役となったという。旧世紀末にその国でバイキングの対抗庁が成立すると、ルーシュの地はキエフ対抗国の基盤として政治、経済、文化の中枢となり、 ルーシは大公国の国号となったと考えられる。11世紀後半に膨大な領土を有する大公国が分裂すると、ルーシの地の政治的役割が低くなる。ルーシの地は地理的概念に変わり、大公国の南方を、とりわけ、キエフ公国、チェルニーヒウ公国、ペレアスラウリ公国を指すようになる。ルーシと呼ばれたキエフ大公国の範囲、 ルーシの範囲を決めるための資料としては、キエフ大公国側のルーシ年代記やイーホル軍記、ビザンツ帝国側の資料、帝国統治論などが用いられる。ソ連の歴史学者エム・チホミロフは、11世紀から13世紀までの資料に基づいて、抗議のルーシと競技のルーシを区別している。彼によれば、前者はキエフ大公国が支配した全領域を指しているが、 後者は、キエフとキエフの周辺の地のみを指しているという。M ・チホミロフは、ルーシという名前は早くとも旧世紀から知られており、キエフを中心とした東、スラブジ、ソ連の歴史学者 B ・ルーバコフは、チホミロフの研究を続け、ルーシ年代期に見られる3つのルーシを区別している。彼によれば、競技のルーシは、キエフとローシ側の流域の地帯を指しているという。抗議のルーシは、 キエフ、ローシ側の領域、チェルニーヒウ、ペレアースラウ、クルスクとボルイーニの東部を含んでいる。さらに、最も広い意味で用いられているルーシは、カルパチア山脈からドン川まで、そしてラドガ湖から黒海までのキエフ大公国が支配した全領域であるという。ディーリハチョフの研究によれば、年代期におけるルーシは、キエフ大公国の領域を指して、 抗議のルーシュを意味する場合が最も多いが、12世紀以後の記述では、競技のルーシュを意味するのが一般的であるという。つまり、本来のルーシュは、抗議のルーシュであった時代につれて、競技のルーシュへ変更していったという限界である。A ソロフヨフは同様な見解を示しており、抗議のルーシュは、政教会関係資料、外交資料、 10世紀から12世紀前半までのキエフ、大公国の国内資料で使用される概念であるのに、対し、競技のルーシは12世紀後半以後に、キエフ大公国の国内資料で使用される概念で、あると述べている。D. リハチョフの学説に対して A ナソノフは、新たな学説を提出し、競技のルーシは、抗議のルーシより、本来のルーシであると主張している。彼は先行研究で、 初めて、ルーシという言葉の語源、成立、用法についての詳細な研究を行い、資料で一番多く見られる。ルーシは、講義のルーシではなく、教義のルーシを意味しているものであると、明らかにしている。また、年代記などの要例をもとに、ルーシもしくは、ルーシの地の境界線を明確にしている。映画その譜によれば、ルーシの地は、ドニプロ川の両岸に置かれ、 キエフ・チェルニーヒウ・ペレアスラウ・ビーシュ・ホロド・ビール・ホロド、トール・チェシクトレ・ポーリボフ・スラウ・コールスニカーニュシュームシク・チホームリビーホシューフ・ノイヌ・イツヤ・ブジュシク、といった都市からなっていたという。西の境界線は、ホール・イニ川ワワを通り、西南の境界線は、南ブーフ川の上流に達している。ルーシュの地の領域は、北西地域を除いたキエフ公国、東北地域を除いたチェルニーヒウ公国、 クマン人の居住地帯を除いたペレア・ースラウ公国を含んでいる。北東の境界線にあったセーム川の上流のクルスクとフルーヒューはルーシに属していた田舎については不明である。また、キエフ大公国の北方にあったノブゴロド、ウラジーミル・スーズダギラザーニ、ポーロク、西方にあったハーリチとボルイーニ、早い段階にキエフ大公国の支配下に置かれたデレブラーネ族、 ラディーミチ族、ビアチチ族の領域や北方クマン人の居住地帯などがルーシの地と対比されていることからルーシに含まれていないという。A ロビンソンは A ナソノフの学説を発展させている。彼によれば8世紀から9世紀末期までのルーシはキエフを首都としていたポリアーネ族の国であったが10世紀以後はキエフ大公国を指すようになったという。しかし、 12世紀における大公国が諸公国に分裂すると、ルーシは再び、キエフ周辺の地、とりわけ、キエフ公国、チェルニーヒウ公国、ペレア・ースラウ公国を意味するようになったという。A. ロビンソンは、ルーシ年代記と E. ホルグン記の分析に基づいて、12世紀以後に、ルーシは、もっぱら、競技のルーシ、キエフ大公国の南部を指していたと結論付けている。 20世紀末期後における、ルーシの地名詞研究では、A ナそのソノフの学説が主流である。キエフ対抗国の専門家ディール・イバコフ、ブイクーチキ、ルーシという地名に由来する固有名詞には、以下のようなものがある。ありがとうございます。